リーダーのルイス・バカルター・マーダー・インク、または、殺人株式会社とは、1930年代から40年代にかけて暗躍した犯罪組織。主要メンバーの出身地にちなみ、ブラウンズビル・ボーイズとも呼ばれた。なお、これらの名前は、マスコミが命名したものである。1930年代前半に、ラッキー・ルチアーノを中心とするニューヨークのイタリア系。 ユダヤ系犯罪真摯ケートが縄張り争いは各々のビジネスを損なうという発想のもと殺人行為を規律化するためプロの殺し屋から構成される暗殺専門の執行機関を作った暗殺はビジネスの必要に限定され恋愛や復讐など個人的な理由は禁じられた反逆者の粛清や政府密告者の口封じが中心だった 再現内復讐合戦に歯止めをかけるという点で役立った反面、構想はギャングのビジネスを損なうというビジネス市場主義は容易にビジネス拡大のための縄張り強奪の正当化に転じた。構成員は主にニューヨーク市ブルックリンクのブラウンズビル、イーストニューヨーク、オーシャンヒル地区のユダヤ系、イタリア系ギャングが中心だった。 1920年代後半にブラウンズビルの英ブ、レルズが、シャピロ兄弟に復讐するために結成したギャングガンが、原型で、後になって、ハリー・ストラウス、エマニュエル・ワイス、アルバート・タネンバウムが加わり、これを、ジョー・アドニスがまとめて、マーダー・インクに仕上げ、ベンジャミン・シーゲルが管轄した。シーゲルがそのまま投了になる予定だったが、コミッションの一部から、 マイヤーランスキーの独裁になることを警戒され、外された。代わりに、ルイス、レープケ・バカルターが、統領、アルバート・アナスタシアが副統領に落ち着いた。マフィア、ギャング間から具体的な処刑要請があると、バカルターとアドニスが受け口になって承認し、これを、ジェイコブ・シャピロ、または、アナスタシアのいずれかを通じ、暗殺部隊に伝えられるという流れで、この4人に、 アブナーツ・ツビルマン、ビンセント・マンガーノを加えた6人が、マーダー・インクの幹部となった。サラリー制で、メンバー個々の技能や経験に応じて、週休50ドルに250ドルが支給された。本部は、ブラウンズビルのミッドナイト・ローズというルイス・カポネ所有の24時間、営業の貸子屋に置かれた。この体制で実際に数百人のギャングやマフィア、幹部らの殺害が実行された。 その手口は、銃撃や考察、溺殺、視殺などで、武器は足のつかない、アイスピックやロープが好まれたといい、仕事はあくまでビジネスとありきる、決して民間人を巻き込まないなどの厳しいルールのもとで任務を実行したという。メンバーは暗殺ターゲットと直接利害関係がなく、互いに顔も知らないことが強みとなり、全米各地に出向いては暗殺業務に従事した。 犠牲者の中で特に有名なのは1935年10月24日に殺害されたダッチシュルツと3人の部下たちである。暗殺が決まると関与者全員のアリバイを用意し死体運搬用の車を用意した。運搬者は車を盗んで調達し、ベッドのんだナンバープレートを据え付けた。運搬ルートについてもナンバー読みを難しくするため大型トラックが多い。 貨物道路が事前に取り決められた。当局に捕まった場合の裁判に備えて弁護士を常備し、投獄された場合はその家族の面倒を見た。1940年2月、メンバーの一人、エーブ・レルズが逮捕され、供述と引き換えに典型される司法取引に応じてメンバーの名を次々と挙げた。その後、 アルバート・タネンバウムも個々のメンバーの殺害行為について供述したことから、バカルター以下大多数のメンバーが逮捕され、裁判にかけられた。そして、後に、バカルターら7名が死刑となり、チャールズ・ワーク・マンらは、終身刑などの長期刑の判決を受けた。デルズは、コニーアイランドのハーフムーンホテルで警察により、厳重に、身辺保護を受けていたが、 アナスタシアに捜査が及ぼうとしていた矢先の1941年11月12日にホテル6階から謎の転落死を遂げた。マーダーインク関連の裁判を主導したウィリアム・オドワイアーチ法検事とコネクションがあったフランク・コステロが死亡したと噂された。後にアナスタシアが1957年10月25日に殺害された時タブロイド記事に死刑執行人が 死刑に処されるという皮肉を込めた見出しが踊った。組織は一連のメンバー逮捕及び実刑確定により、事実上消滅した。ありがとうございます。